なさいませ。ミニさんちの給仕してるくるるです。はい、今回の動画はですね、コンカフェ嬢さんやこれからコンカフェ嬢になりたい子必見、いい推しのお客さんを増やす方法、イエーイ。はい、これはね、企業秘密なんですけど、私がね結構やってる、戦略の一つかな、皆さんに公開します。あとお客さん側はねあんま見てほしくないなあとちょっと怒んないでください、見てでもであとね、コンカフェをやってて、まあ推しのお客さんはいるにはいるけど、まあ、いい推しのお客さんがあんまりいないみたいな子は結構参考になるかなって思います。で、実はいい推しのお客さんの増やし方は容姿とか接客とか運だけじゃなくて、まあ、戦略もねあるよっていう話ですね。で、キラキラコンカフェ嬢になりたい箱物、まあ、エンジェルとかアルマンドとかのシャンパンの本やそういうのねたくさん開けてキラキラしたい人は参考になるんじゃないかなって思います。で、結果を出すための一番の近道って結果が出てる人の真似をすることなんですよね。で、その上で大事なのが表面的な部分の真似だけじゃなくて裏側の部分の真似もすることです。で、大半の人って裏側って教えないんですよ。まあ、企業秘密なんで、で真似されるとライバルがね強くなってねちょっと困っちゃうからですね。で、私もね実は言いたくはないんですけど、ただちょっと怒られるかもしれないけど気づいてない人が多すぎるのでちょっと言っちゃいますで、運もね容姿もね接客もね真似するのは結構難しいんですけど、戦略は一番簡単に真似できると思うので、ぜひ。1つ目、意図的に感謝の表現を変える。まず全てに感謝する気持ちってすごい大事なんですけど、そのね感謝の表現を変えることが、変えるっていうか調整することが推しのお客さんを増やす上でめちゃくちゃ大事なことです。これがねどういうことかというと、コンカフェ嬢の子ってよくポンの写真を載せるじゃないですか。ポンってシャンパンのことなんですけど、なんかこうやってみたいなこれってねいくつかの目的があって投稿してると思うんですけど、これをねあえてしないっていうことですね。で、正確に言うとここよりも上のランクのシャンパンボンから投稿するみたいな線引きをすることですね。まあそれはね何でもいいんですけど、例えばねまあなんかリステルとかあるじゃないですか、カフェドパリとかポンパドールとか、まあ、そういうの投稿しないでモエシャンとかから投稿するみたいな。これがね何になるかっていうと、一つはモエシャン以上のシャンパンが開きやすくなるというか、シャンパン開けようと思う人はモエシャン以上からこう開けるようになるんですよね。で、ツイートって感謝の表現みたいなところもあるじゃないですか。こんなことをしてくれてありがとうみたいな。で、その感謝の表現をどこから始めるかって結構大事で、もちろんね全てに感謝はしてるんですよ。で、気持ちでは感謝してます。ただ SNS は本心のみを綴る場所じゃなくて、新しいお客さんにリーチしたり見せたい自分像を作ってアピールする広告ツールにもなるので、ここで発信した情報は今後自分の基準にもなるんですよね。例えばなんですけど、お客さんから、まあ、じゃがりこの差し入れがなんかいっぱいもらったとして、じゃがりこたくさんありがとう嬉しいみたいなツイートを営業後にするとするじゃないですか。で、そんなことをしたらどうなるかっていうと、あ、この子ってじゃがりこ持ってったら喜ぶんだみたいなって思われて、じゃがりこを持ってくるお客さんが増えます。で、それだけじゃなくてね、まあ、例えばそのじゃがりこのツイートをしたその前日にポンをしているお客さんがいたとしたら、なんだよね、俺はポンしたのになんか開ける意味を感じなくなります。なんかじゃがりこで同じぐらい喜ぶんだったら、あ、じゃあじゃがりこでいいじゃん、安上がりだしみたいな感じになっちゃいますね。自分が発信した言葉がね、良くも悪くも無意識にねお客さんからのあなたに対しての判断基準になるってことですね。で、コンカフェ界隈でよくあるツイートで、お席しかみたいなツイートあるじゃないですか。あれもねちょっとマイナスブランディングなんじゃないかなって個人的には思います。普段ね忙しいお店がたまになったらギリありかもしれないんですけど、まあ、行列のできるねラーメン屋さんとかにね並びたくなる心理があるけど、人気のないお客さんが、まあ、全然いないお店に入ろうってあんまならないじゃないですか。まあ、話がね少し逸れたんですけど、自分がね発信したいことのみを発信するのはまあ良くないっていう話ですね。で、 SNS を例にして話したんですけど、これはリアルでも同じで、お客さんがね使っている金額に応じて感謝の表現を変えないと使ってくれてるお客さんに対して失礼なんですよね。で、なんでキラキラコンカフェ嬢から遠ざかっちゃいます。で、5000円のお客さん、1万円のお客さん、10万円のお客さん、その人たちの対応が同じだったら10万円って使う意味ないじゃないですか。なんなら使ってたらちょっと悲しくなっちゃいますよね。で、全員にいい顔しすぎるのはなんか喜んでほしくてすごい頑張って使ってくれたお客さんに対してすごい失礼な行為になるんですよ。
で、あの言葉に出さなくてもね、もう使わなくてもいいかなみたいな、使う価値を感じなくなります。でこれもまあ分かりやすい例だと、フォンをしているお客さんの横でなんか別のお客さんに来てくれるだけで嬉しいみたいな、嬉しいありがとうとか、なんか感謝の表現のレベルを近しいレベルでやっちゃうとかですね。でもちろん本心では感謝してるんです。でただその感謝の表現に温度差をつけないと、いい推しのお客さんが他界したり、近い未来にいい推しになったであろうお客さんが、まあ、いい推しにならなくなったりします。ただね、これってあの機械損失なんで、キャスト本人は気づかないんですよね。自分がしたあの感謝の言葉が、なんだろう、自分の未来を狭めたり、まあ、他のね誰かをねこう傷つけたりするっていうことを気づかないんですよね。そして自分の発信した言葉がまあまあ自分に対する応援に返ってくるので、感謝の表現を変えることを意識した方がいい推しのお客さんをね増えやすいっていうことですね。で来てくれるだけで嬉しいみたいな、この言葉を本当にあの推しがあんまりいない状態であの言い続けたら、マジで来てくれるだけになります。てか、なんならなんか来てくれるだけで嬉しいよねって言われるようになっちゃいます。感謝の気持ちは大事だし、言葉にするのも大事なんですけど、そのね感謝はね本当に心から思っているのかっていうことですよね。でもしね本当に思ってるんだったら、それ以上に頑張ってくれたお客さんにはもっと感謝しているはずなんですよね。それがね最初に述べた感謝の表現を変える、温度差をちゃんとつけるってことなんですね。で自分の見られ方を意識して、まあ、発言や行動を変えると結果って結構変わってきてたりするので、まあ、ぜひね皆さんちょっと自分の見られ方もちょっと考えてみた方がいいかもしれないですね。はい、まあ、まとめると、クルーズバースデーに来てくれて盛大にお祝いしてくれた方、本当にありがとうございます。はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。